いや、やれるはずがないと私は思っていました。それを、小池さんでも絶対にやるとか、日本が落ち着いたって世界が落ち着いてないのに、で来る選手が来ないわけでしょ。で観客も来ないんだからやれるはずがない。だ今一番はコロナ対策で、それとオリンピックができ、みんな楽しみにしてるからできないっていうのは本当ね、寂しいっていうか悲しいっていうか、でも対策は考えなくちゃいけないのに、ずらしてやってくれるように段取りを取ってやれればラッキーかなって思うのが普通なのに、もうやりますやりますって私おかしいんじゃないかと思う。税金使ってやるんですからね。もう新コロナの成り行き次第という部分もあるでしょうから、無理してやることはないと思います。やはり全体みんなの安全を考えた方がベストだと思うし、例えば延期というのもやむを得ないだろうし、いずれにしてもそのリスクをみんなが背負ってまでやることではないような気がします。まあやるときもそのオリンピックをやるという決定をするまでにも大変な苦労をしたんでしょうけども、ここでもって先ほど来言ってるようにリスクを犯してまで、みんなの健康を犯してまで、やることではないような気がしますね。はい、延期になるのはちょっと寂しいかなと思いますけど、まあ、中止にならないんだったらいつかやってもらいたいと思います。そうですね、選手のことも考え、選手が第一だと思うんで、選手のこと考えたら難しいと思います、ね。